きた。皆様こんにちは、サピでございます。今日はいつも皆さんが私の生配信で見てる環境とちょっと違いますよね。今日はスタジオの方に来ております。実はですね、皆様に一つおすすめしたいアプリがあります。っていうのもですね、なんでこのアプリに出会ったかと言いますと、よく皆様からドビュッシーの月の光を弾いてほしいんですよねって言われることよくありまして、最初のね楽譜の1ページ目とかは頑張って演奏してみたことあるんですけど、その先のね音がこうおたまじゃくしがいっぱいこうウヨヨヨヨっていっぱいつながってくるあたりあるじゃないですか。そこら辺まで来ると急にね脳みそがシャットダウン、もうなんか頭に楽譜が入ってこない。楽譜をやっぱり見ながら演奏するっていうのがそんなに得意ではないので、月の光はすごいやっぱりドビュッシーの素敵なねあの和音とかがパッてこう指でつかめなくって、すごいもたついて、まあ惨憺たる演奏になっちゃうんですよね。ドビュッシーの楽譜をね見ながら演奏するとアサピは一体どうなってしまうのかっていうのを、この後ご覧ください。どうぞ。でもどうしたもんかなって思っていた時にですね、こちらフローキーというピアノの曲をね演奏するのを学ぶのにとてもいいアプリに出会ってしまいました。こちらのアプリはですね、なんと自分が弾いてみたいなと思っている曲がそのアプリの中にあればですね、短時間で学べるという。フローキーはですね、スマートフォンや、こういうねタブレット、そしてパソコンで、見ることもできるんですけれども、私は、こちらいつもライブでも愛用している iPad で、見ようかなと思ってこちらの方にインストールしました。いっぱい出てくるんです。上にねあなたのレベルを選んでくださいっていうのがね、初心者、中級者、上級者、プロっていうね4つのレベルが出てくるんですけど、初心者の方、そしてピアノをね前やってたけど再開しましたっていう方ですとか、バリバリ演奏してるっていう上級者、プロの方までも楽しめるアプリになってます。でね、楽譜の読み方ですとか、あとはその行動とかねテクニックっていうのをこうちょっとずつそのレベルに合わせた段階を踏んで、学ぶことができるアプリということで、じゃあ私ちょっとここにね月の光の楽譜が入っていたので、ちょっとこの曲がねどんな感じなのかちょっとやってみたいと思います。再生ボタンが出るんですよね、これ。ちなみにこれ初心者のバージョンの月の光なんですけど、これはプロの方がアレンジしていて、もうすごく弾きやすい調に変わって作られてるんですよね。だから楽譜もね難易度が全然違う状態になってます。で私は一応
プロですので、プロのバージョンの月の光を演奏してみたいと思います。うん、これですね。じゃあこの曲を習うっていうのが出るので、ポチッと押してみます。そうするとね、こういうあのピアノのねロールが出てきます。そして下にね楽譜のところが出てくるんですけれども、これ再生ボタンが真ん中に出てくるんですけど、再生ボタンをポチッと押すと演奏している参考の手も出てくるんですよ。すごくないですか。楽譜に合わせてちゃんと演奏してくれている参考動画と一緒に楽譜が表示されます。だいたい皆さんあの楽譜を見た時に鍵盤どこだろうってなって戸惑われる方がすごく多いと思うんですけど、これはもう楽譜見ながら手の置く場所も分かるという素晴らしい状態になってます。そしてですね、この繰り返し記号みたいなのがここに出てくるんですけど、これはループ機能というもので、これを、自分が練習したい場所をこうやって選択をすると、選択をしたところまででまた戻ってループして何回もそこを繰り返し一緒に動画と一緒に練習ができるという、状態になります。そしてここね、再生ボタンの、両側にですね手のマークが入ってるんですけど、手のマークの右手のマークがある方、これが右手を練習するマークなんですよね。なので、ちょっとループ機能切りますね。で、右手のボタンを押すと、これ右手のボタンを押しても左手のボタンを押してもどっちも待機モード 50% スロー再生、75% スロー再生っていう3つの選択肢が出てくるんですけど、待機モードっていうのがですね、練習するときにですね音が合っている楽譜と同じ音を演奏すれば先に楽譜が進んでいく、でも間違った音を弾くとその音を弾いてくれるまで楽譜が先に進まないっていう、そういう機能になってます。この機能を一番分かりやすく、正確に、行うには、実は MIDI をつなぐと一番よくてですね、私はなのでこの iPad と、この鍵盤をですね、専用の、ケーブルをちょっとゲットしてきたので、それをつないで使いたいと思います。これあの MIDI をつなげる方、最近のねあの電子ピアノとかは結構 USB とかでつなげる端子のものが大変多いので、まあ USB の端子があるものはこのUSB のケーブル と、ここがねそのまま差し込めるのものが少ないと思うので、まあ、変換のこういうのをねゲットしていただいて、つないでいただいて使っていただくと一番いいかなと思います。生ピアノしかないよっていう方も音声で認識してくれるので、ご心配なく、こちらの方がまあでも音声よりは、精度が高く、反応するかなっていうところで、私は精度の高い方を選びたいと思います。50% スロー再生っていうのは、ゆっくり慣れてないところをゆっくり一緒に演奏してみるということで、 50% 再生にするとこれぐらいの半分のテンポになります。先になかなかいかん今度 75% 再生にするともうちょっと原曲に近づきます。これ片手ずつ練習するっていうのができるので、右手だけ練習したい方はこの右手のマークをね押していただいて、そして両手で練習したい、ちゃんと合ってるかどうかを確かめながらやりたいという方は両方の、この手のマークをね押していただいて、スタートボタンを押して一緒に演奏してみるっていうと、いいと思います。よし、じゃあ私実際にこの月の光をね、途中からね怪しいところがいっぱいあるので、この機能をふんだんに使いながら練習を、していきたいと思います。15分間みっちり練習してみたらどれぐらいスラッと弾けるようになるのか、ちょっと練習してみたいと思います。
一番苦手な16分音符がいっぱいなシーンをやってみたいと思います。あ、目が泳ぐ。自動でねスクロールされるんですけど、このスピードで弾ける気がしない。ちょっと待って、このスピードは無理。両手で、50% スロー再生でじゃあついていってみようかな。今のところ指番号がよく分かんなくって、どういう風に指を配置するのがいいのかっていうのがね、ちょうどここの動画の再生で分かるんですよね。待機モードで、私は両手で、両手の待機モードをやってみたいと思います。待機モードやめて 50% スロー再生でいってみよう。じゃあ次 75% 再生。できたできたできた気がする。
流れた流れた、すごい。これ全然できなかったんだよね、ずっと。初心者の方とかですね、中級者、そして上級者っていう、全部で、プロと合わせ4つランクがあります。その4つのランクに合わせた難易度の楽譜がこちら、いっぱい入ってますので、皆さんそれぞれ好きな曲を見つけて演奏してみてください。私は今回、ドビュッシーの月の光を、試したんですけれども、他にも、有名なクラシック曲ですとか、ポップス、日本の J-POP の曲とか、あとビートルズ、クイーンなどの曲も、多数入っておりますし、8月の下旬にですね、なんとバンダイナムコ社のエルスコアさんとのコラボレーションで、日本のアニメの曲が数曲、入ったそうで、代表的なので言いますと、鈴宮春日の憂鬱からゴッドノーズ、そして文豪ストレイドッグスから名前を呼ぶよという曲がね、入ってますので、ぜひ、そちらも試していただけたらと思います。ダウンロードは、概要欄の方に、ペタリと貼っておりますので、そちらからぜひ、ダウンロードして試してみてください。いろんな曲をね、皆さんが演奏できるようになったらいいなと思っております。そのうち私のアレンジした曲も入んないかな、ここに。じゃあみんな楽しんでみてください。